こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今回は1月度で、私が行っておりますインスタグラムの中で一番いいねが多かった、コーディネートをご紹介させていただきたいと思います。今回はこちらのコーディネートになりました。ちょっと詳細を説明させていただきます。グレーのヘリンボーンのツイードのジャケットにブルックスブラザーズの、グリーンと白のギンガムチェックのボタンダウンシャツで、アットバンヌッチのちょっと多色使いのレジメンタルのネクタイ、リーバイスの501ビッグイーとフェリージのブラックのベルトで、足元はクラークスのデザートブーツのブラックスウェードと、ターコイズブルーのソックスをチョイスしておりました。実はですね、この使っているアイテム、1月の4日にこのコーディネート自体は投稿しまして、実際着用していたんですけれども、その 4,5 日前の年末にクラークスのデザートブーツのブラックを入手いたしまして、それが履きたくてどうしようもなかったので1月の3日ぐらいにこのベルトを買いました。まあ、黒のクラークスに合わせるためにベルトをあまり持っていなかったので、黒いベルトを、そのためにこのフェリージを購入しました。で、そのタイミングで前回動画でもご紹介をさせていただきましたが、このネクタイもずっと買おうと思っていたので、同じタイミングで購入をしました。で、その翌日にもうどうしてもクラークスが履きたい、この買ったベルトがしたい、この購入したネクタイがしたいということで、買ったものをすぐ着用しました。それが、今回一番いいねが多かったこのコーディネートになります。基本的には購入をしたらすぐ着たくなるたちで、なんだったら買ったその日に着たいぐらい、もしくは遅くても次の日には着たいという願望がすぐ出てしまうので、割とこうコーディネートを考え、ちゃんとこう深く考える間もなくすぐ着てしまうっていうのが割と悪い癖だと思うんですけども、その中でも割とこううまくまとめられたんじゃないかなと思っているスタイリングになります。一番のポイントとしては、やっぱりこのネクタイとシャツの組み合わせ、ネクタイにグリーンが入ってるんですけど、もう本当にいわゆるグリーンです。緑色で、シャツは少し明るめのグリーンなんですけれども、このトーンをずらしたグリーンをチョイスしているっていうところが一つポイントです。このトーンをずらすっていうのは、多分 YouTube でも私の Twitter とかでも最近よく言っているんですけども、色を拾うんですけれども、少しこうトーンをずらして拾うことでその色の奥行きが出るような気がしておりまして、全く同じ色のトーンで拾うと、拾っているんだなっていうのがすごく分かりやすくて、それはそれでいいとは思うんですけれども、個人的にはそうではなくて、少しこうトーンをずらす、特にこうグリーンだったり赤だったり黄色だったりっていう、そのメンズドレスファッションの中でいわゆるちょっとこう派手な感じというか、ポイントになるカラーっていうのをあえてこう色をずらして拾うことで、奥行きを出したいなっていうふうに最近はずっと思っていまして、それをこう実践したスタイリングがこちらになります。今までの私であれば、この V ゾーンであればもう間違いなく茶色い靴をチョイスをしておりました。多分それはこういう赤いラインが入っているとか、マスタードカラーのラインが入っていることで、赤とかマスタードっていうのは茶系と同系色になりますので、そのあたりで茶色い靴の方がまとまるんじゃないかっていうふうに考えて茶色を選択をしていたんだと思うんですけど、今までは。ですが、最近フレンチアイビーとかフレンチトラットみたいなキーワードをもとに、もう本当にもう何百体近いコーディネートをこう考えて作ってみる機会がありまして、そういうことをずっとしていると、やっぱりこう頭の中がちょっとこう洗脳されるというか、なんとなくこう意識がそっちにこう寄せられている感じが自分の中でもありまして、かっこよすぎない、要はちょっとこう抜け感のある黒い靴が履きたいなと思っていて、それは購入したアイテムっていう回で紹介をさせていただいていたと思うんですけども、それで、クラークスのデザートブーツとバスのローファーを2足黒を購入をしました。で、それを今までであれば茶色を合わせてた、スタイリングにあえて黒を合わせるっていうのが私の感覚なんですけど、黒でもおかしくないのであれば黒を合わせてみようという感覚で合わせるようにしたスタイリングがこちらになります。で、やっぱり黒い靴初心者
なんですけども、それでももう今のところ黒い靴を履く時のなんとなく自分の中でルールっていうのが存在をしていまして、例えば分かりやすいところで言いますと、このジャケットにこのジーンズを履いて黒いタートルとか黒いポロシャツ、まあ、もしくは、まあ、黒いシャツでもいいんですけど、黒いアイテムをこう中に着た時は絶対に茶色を履くと思います。要はその分かりやすいこう黒のつながり方はせずに、あえて黒を履いてますっていう履き方をしたいなと思っています。まあ、それはそれが正解とか不正解っていうかっていうことではなくて、純粋に自分の中のルールとしてそういう履き方をしたいなというふうに感じております。ただこの V ゾーンで茶色い靴を履くっていうのも個人的には全然ありだと思っておりますし、今までの私であれば茶色を履いてましたので全然かっこいいとは思うんですけども、黒にすることでちょっと自分の中でです、あくまで自分の中でこう昔のそのフレンチの匂いを少し匂わせるスタイリングができるんじゃないかなと。要は今まで自分がこう囚われていた何かを少しこう解放することができるんじゃないかなと思って、まあ、ちょっと大げさなんですけど、そういう意味合いで黒い靴をチョイスさせていただきました。であとはこのツイードのジャケットにすごく相性がいいと思っているヴィンテージのデニムだったり、こういうところは少しこうラギットなツイードとデニムっていうのはラギットなアイテムをチョイスしてますし、ベルトもフェリージでイタリアのものなんですけど、やっぱりちょっとこうアメリカのワークの匂いのするベルトになりますので、この辺りは少しこうラギットなものにしつつ、このカラーがこう V ゾーンのネクタイの多色使いの色と、このブロード地のギンガムチェックの綺麗な色のカラーリングが少しこう浮き出るようなスタイリングになればいいなと思ってコーディネートを組んだ感じになっております。あとまあもう一つポイントとして挙げますと、前回何かの動画でもお話をさせていただいたと思うんですけれども、グリーンのシャツを着ております。でブルーのデニムを履いております。まあ、もしくはグリーンの柄がネクタイに入っております。ネイビーの色目がネクタイに入っております。そのあたりをこう足して混ぜていくと、こうターコイズブルーのような色目になってくる感じがしておりまして、それでつながりがいいターコイズブルーのソックスを履いたっていうのも結構ポイントです。例えば今このコーディネートでソックスが、まあ、多分ジーンズに色落ちしたジーンズに黒いクラークスであれば、まあ、ネイビーのソックスとか、あとは黒いソックスとか、まあ、もしくはジャケットの色を拾ってチャコールグレーのソックスとかっていうのが一般的だと思うんですけれども、それをあえてこのターコイズブルーにすることで、本当に、まあ、デザートブーツなので見える分量っていうのは本当にわずかなんですけれども、それでもこの色目が実際こう着用している時にちょっとでも見えることによって、上のこの色使いの感じプラス足元でも少しこう色が足せるっていうところが、このコーディネートの重要なポイントになっているんじゃないかなと思っております。今回に関しましては、先ほども申し上げましたが、割とこう前日に買ったもの、直近で買ったものをどうしても着たくてすぐに考えた、割とこうまあ即席ではないんですけど、こう深く掘り下げずに考えて作ったコーディネートになりますので、そこまで実は深いことを考えているわけではありません。ですが、まあ、今お話ししたように色使いだったり、あとは素材感だったりっていうところはいつも通りちゃんと意識をして組んだコーディネートなんですけれども、まあ、皆様も割とこうやりやすいコーディネートなんじゃないかなと思いますし、今ビームスではこのグレーのヘリンボーンのジャケットっていうのは結構販売をさせていただいていると思いますので、まだ在庫も残っていると思うんですけども、すごく使いやすいです。私のインスタグラムご覧になっていただいている皆様は、あ、またこのジャケット着てんだなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それぐらいついついこう手が伸びやすいこのジャケットです。なのでもしまだお持ちでない方、もしくはちょっと興味あるけど買えてなかったなっていう方は挑戦してみてください。来年もさらにその翌年2年後ぐらいまでは必ずこのグレーのヘリンボーン、まあ要はツイードのラギットのジャケットっていうのは大活躍するシーズンがまだ続くと思いますので、絶対に買っていただいて損はないと思います。ぜひご検討いただければと思っております。はい、それではちょっと今回簡単ですけれども、1月度で一番いいねが多かったコーディネートの解説をさせていただきました。2月度集計をしてこちらで
解説と報告とさせていただきますので、そちらも合わせて楽しみにしていただければと思っております。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。